宮沢賢治原作よだかの星。よだかは実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はよぼよぼで少ししか歩けません。他の鳥はもうよだかの顔を見ただけで嫌になってしまうという、そんな具合でありました。また出てきたよ。よだかは鳥のつらい推しだね。ほんと口が大きくてカエルの親類なんだよ。ねえ、きっと。ひばりは夕方よだかに会うとさも嫌そうに言いました。よだかの名前は鷹に似ていますが、鷹の兄弟でも親類でもありません。よだかは美しい羽のカワセミやハチスズメのお兄さんでありました。鷹という名前がついたのはよだかの飛ぶ様子と鳴き声が鷹に似ていた、そのためであります。鷹はそんなよだかの名前が気に入らないのでした。おい、よだか、お前はまだ名前変えないのか。鷹さん、それはあんまり無理です。名前は私が勝手につけたのではありません。神様がくださったのです。いや、俺の名前ならな、神様からもらったと言ってもいいんだけれども、お前のは俺と俺の名前とな、夜とを合わせたんだ。そうだろ。さあすぐに返せ。鷹さん、それは無理ですよ。無理じゃない。そうだそうだ、いい名前を教えてやろうか。一蔵というんだ。一蔵だよ。いいか、お前は首に一蔵と書いた札をぶら下げてみんなにお辞儀をして回れ。そんなことできません。いや、できるできる。あさっての朝までにお前がしていなかったら、俺はお前をつかみ殺すぞ。それは あんまりです。そんなことするくらいなら今すぐ殺してください。まあ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 、よく考えてみろ。一蔵という名前、そんなに悪い名前じゃないぞ。じゃあな、あさってだぞ。鷹はそう言って帰っていきました。外が薄暗くなってきて、よだかは巣から飛び立ちました。よだかは音もなく飛び回りました。口を大きく開いて飛ぶと、小さなハムシが何匹も何匹もその喉に入ってきました。雲は真っ黒で、山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。一匹のカブトムシがよだかの喉に入りました。喉で暴れるカブトムシ、よだかはそれを無理やりに飲み込みました。そうしたら急に胸がドキッとして、よだかは大声で泣き出してしまいました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。ああ、カブトムシやたくさんのハムシが僕に殺されている。そして今度は僕がタカに殺される。ああ、つらいつらい。タカが僕を殺す前に、僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。
よだかは弟のカワセミのところへ飛んでいきました。兄さん、何か急にご用ですか？いや、僕はね、今度遠いところへ行くからね。その前にちょっとお前に会いに来たんだ。兄さん、行っちゃいけませんよ。僕は一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないんだ。お前もな、どうしても魚を取らなければならない時の他は魚取らないようにしてくれな。じゃあさようなら。よだかは泣きながら自分の家へ帰っていきました。夏の朝の明け方です。よだかは東の空に昇ってきたお日様に向かって飛んでいきました。お日様、お日様、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今夜星に頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかは急にグラグラして野原へと落ちていきました。野原の草の上にぐったり横たわって、よだかは不思議な夢を見ました。自分の体が赤や黄色の星の間を登っていったり、風に飛ばされたり、鷹が来て鋭い爪で体をガシッと捕まえられる、そんな夢でありました。冷たい夜露が顔にポツンと落ち、よだかは目を開きました。あたりはすっかり夜になり、空には一面の星が瞬いていました。よだかは思い切って西の空の美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びました。飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかの点で相手にしませんでした。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。バカを言うな。お前なんかたかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るにはな、何億年長年じゃ、何億長年じゃ。大犬の星、そう言って別の方を向いてしまいました。北の、北の青いお星様、あなたのところへ私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしなさい。よだかはがっかりしてよろよろと落ちて、そして今度は天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東のお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。わしは威張った様子で言いました。いや、
とてもとても話には何にもならん。頼んでも無駄だよ。誰でも星になれると思ったら大間違いだ。よだかはすっかり力を落とし、地面に落ちていきました。落ちて、落ちて、もう少しで地面に体がつくというその時です。よだかはにわかに空へ飛び上がりました。よだかはぶるっと体をゆすり、毛を逆立てました。それから、キシ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 、高く叫びました。その声はまるで鷹でした。キシ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 。眠っていた鳥はみんな目を覚まし、震えながら星空を見上げていました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。寒さや霜がよだかを刺し、羽はすっかりしびれていました。けれど、星の大きさは少しも変わりませんでした。よだかは涙ぐんだ目を上げ、もういっぺん空を見ました。これがよだかの最後でした。よだかはもう落ちているのか登っているのか分かりませんでした。心は安らかになり、血のついたくちばしは横に曲がっていましたが、少し笑っていました。それからしばらく経って、よだかははっきり目を開きました。自分の体が青い光になって、静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオペア座でした。よだかの星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。